スティーブ・ヤング、スティーブ・ヤング、ジョン・スティーブン・ニヤング、1961年10月11日体は、ユタ州ソルトレイクシティ出身のプロフットボール、NFL の元選手。左投げの QB、1992年、1994年には、シーズン MVP に選出され、第29回スーパーボールでは、スーパーボール記録である6本のタッチダウンパスを決めて、 MVP に選ばれている。2005年に左利きの QB として初めてプロフットボール伝堂入りを果たした。末日生徒イエス・キリスト教会のブリガム・ヤングのライマゴにあたる。ソルトレークシティで生まれ育ったが8歳の時に家族と共にコネティカット州クリニッチに移った。クリニッチ高校時代にはチームのオフェンスがランプレーを主としていたこともあり。 267回のキャリーで1928ヤードを獲得した一方パスはわずか41%しか成功していなかった。バスケットボールでも1試合平均15得点、野球では打率384で投手として出場した試合以外では中堅手となった。投手としては5勝1敗でノーヒットノーランも達成している。大学進学の際には ラッシング能力を買われて、ノースカロライナ大学から声がかかったが、ブリガム・ヤング大学へ進学した。パス能力に欠けた、彼は、高い身体能力を生かして、DB、ディフェンスバックの転向もコーチに検討されたが努力の末に、QB として開花し、ジム・マクマーンの大学記録を破った。4年時の1983年には3902ヤードを投げて、 タッチダウンパス33回、パス成功率71.3%、NCAA 記録を記録した。またランでも544ヤードを獲得した。ヤングに率いられたブリガムヤング大学は、チームオフェンスでも1試合平均584.2ヤードを獲得し、うち370.5ヤードが、ヤングのパス及びランによるもの、こちらも NCAA 記録であった。 この年チームは11勝1敗で終了し、彼はオールアメリカンに選出されるとともにハイズマンの投票でもネブラスカ大学の RB マイクロージャーに、ついで2位となった。カレッジフットボール最高の QB に贈られるデイビー・オブライエン賞を受賞し、大学最後の試合となった1983年のホリデボールでは21から17でミズーリー大学を破った。 先発出場した3シーズンで彼は592本のパスを成功させて7733ヤードを獲得、56タッチダウンパスを成功させるととも千0 4 8ヤードを走り18タッチダウンを上げた。彼は2001年にカレッジフットボールの殿堂入りを果たした。1984年に、1983年に新設された新興リーグユスフル。 ユナイテッドステイツフルボールリーグのロサンゼルスエクスプレスと10年間で4000万ドルで契約に油断した。この金額はマイクロジェールやハーシェルウォーカーを超えた史上最高額の契約であった。チームには後に NFL でもプレーするジョージョ・タウンゼル、メル・グレー、ケビン・ネルソンなどのタレントがおりプレーオフに進出したがチームはロサンゼルスのファンの支持を得ることができなかった。この年、 大学卒業に必要な単位が残っていたこともあり、彼は6試合に欠場した後12試合に先発出場した。プロフットボール史上初の同じ試合で、パスで300ヤード、ランで100ヤード獲得した選手となった。1985年にチームオーナーのウィリアム・オルデンバーグは破産し、リーグは新しいチームの回転を探したが見つからなかった。シーズンは三端たるものになり、 ある試合の前にはチームバスの運転手が給料の支払いが滞っているために運転を拒否するありさまであった。多くの契約金をもらっていたヤングは何人かのチームメイトや運転手にお金を与え試合に臨んだ。この試合健康なランニングバックがいなかったためヤングはテールバックの位置についてショットガンフォーメーションでプレーした。リーグはその年限りで解散したためヤングや ハーシル・ウォーカー、メルグレー、レジー・ホワイト、ジム・ケリー、ダグ・フルーティー、ダグ・ウィリアムすら所属していた選手の多くは、ミツルドラフトで NFL に移籍することとなった。ヤングは1986年に、タンパベイ・バッカニアーズに加入し、2シーズン在籍したがいずれのシーズンも2勝14敗に終わり、ヤングは合計19試合に先発するが3勝16敗という、 散々な結果に終わった。個人成績も11タッチダウン、21インターセプトでパス成功率は55%を下回った。ビル・ウォルシュがヤングの潜在能力に興味を持ち獲得の意思を示したこともあり、バッカニアーズは1987年の NFL ドラフトで全米ナンバー1となったマイアミ大学の QB ビニー、テスタバーディを指名し、同年4月24日に ギャングはドラフト2巡目、4巡目指名権と引き換えにサンフランシスコフォーティナイナーズ、以下ナイナーズに放出された。ナイナーズに加入後数年はスーパースター QB、ジョー・モンタナのバックアップとなった。出場機会は多くなかったが、1987年のシカゴ・ベアーズ戦で第1球にモンタナが退場するとリリーフとし出場し4タッチダウンパスを投げて、 この試合は41から0で、ライナーズが勝利した。ミネソタ・バイキングスとの NFC チャンピオンシップゲームで、モンタナと途中交代し、2TD を挙げた。1988年、第2週で移籍後、初先発したが3ファンブルを喫し、モンタナと交代された。第4週のデンバーブロンコス戦で、スティーブ・ウィルソンにインターセプトされ、オーバータイムで敗れた。 第8週のシカゴベアーズ戦では途中出場したが、1点差で、敗れた。10月30日のミネソタバイキングス戦に、先発出場していた、彼は、ジョン・テイラーへの73ヤードのタッチダウンパスも決めると、共に、自身の49ヤードタッチダウンランで24から21で勝利しまいシーズンのプレイオフの仮を返した。フェニックス・カージナルス戦で、試合終了と同時に逆転。 TD を決められ一差で敗れた。翌週からは、モンタナが先発 QB に復帰した。1989年シーズンには、モンタナがシーズン MVP に選ばれたが、ヤングもパス成功率69%で1001ヤードを投げて8タッチダウンパス、わずか3インターセプトで、将来のエース QB としてのポテンシャル見せた。同年10月22日の、 ニューイングランドペトリオッツ戦ではパス12本中11本を成功188ヤードを投げて3つのタッチダウンを上げて37から20で勝利した。この試合の q b レーティングは158.3となった。1990年12月23日のニューオーリンズセインツ戦では102ヤードを走ったが試合には10から13で敗れた。 4シーズンの控え QB としての成績は23、タッチダウンパスに対してインターセプトわずか6回であった。1991年1月20日のプレイオフでモンタナがレナード・マーシャルのヒットを受けて負傷し、1991年シーズンが絶望となったことでヤングに転機が訪れた。1991年にはモンタナに代わってエース QB となった。 シーズン序盤チームは苦しみ4勝4敗となったが、次の試合でヤングは、ジョン・テイラーへの97ヤードのタッチダウンパスを決めた、後に膝を伏し、スティーブ・ボノと交代した。この試合は落としたもののボノが先発した試合で後、連勝を果たしたためヤングが怪我から復帰しても、ジョージ・シーファートヘッドコーチはボノを先発で起用し、ボノも負傷したためシーズン最後の2試合で、ヤングが先発に復帰した。 キャンドルスティックパークで行われた最終節のシカゴベアーズとのマンデーナイトフットボールでは338ヤードを投げ3つのタッチダウンパスを成功。ランでも63ヤードを獲得して52から 14? で勝利した。ヤングは5試合に欠場したものの2517ヤードを投げて17タッチダウンパス。インターセプトわずか8回で、q b レーティングが101.8で、 NFL トップとなったがチームは前年の14勝2敗から10勝6敗に終わった。当時10勝したチームはプレーオフ出場権を得ることが多かったがこの年、ナイナーズは1983年から連続出場を果たしていたプレーオフを逃した。モンタナの右肘いち故障からの復帰を望む声は高まりある指揮者はヤングはトレードに出されてモンタナ ボノの先発 QB 争いになるだろうと予測した。1992年のシーズンは、ボノ、モンタナと、正 QB を争うことになり、ギャングは、ロサンゼルスレーダーズに放出される可能性もあったが、モンタナの復帰が、開幕戦に間に合わないことが判明し、S q となった。しかし開幕戦で、脳震盪を起こし退場すると控え QB のボーノが2本の、 タッチダウンパスを決めて31から14でチームは勝利した。翌週のバッファロービルズ戦でヤングは自己ベストの449ヤードを投げて3本のタッチダウンパスを成功させたが試合は31から34で敗れた。その後彼は先発出場した試合で5連勝し風で欠場したフェニックスカージナルス戦にチームは敗れたものの翌週からヤングは残り試合すべてで 勝利を収めてチームは14勝2敗でシーズンを終え、彼はパスで3456ヤードを投げ、ランでも537ヤードを獲得した。このシーズンに NFL トップの25タッチダウンパスを投げて、QB レーティングは107.0となり、最優秀選手賞を受賞した。多くの専門家は、ヤングの天気は、ナイナーズのオフェンスコーディネーター、マイク・シャナハンとの出会いだろうと見ている。 この年ディビジョナルプレイオフでは227ヤードを投げてにタッチダウンパス。ランでも73ヤードを獲得し20から13で勝利したが、ダラスカウボーイズとの NFC チャンピオンシップゲームを20から30でれた。この年彼はプロボールにも初めて選出された。1993年シーズン開幕前にチームはモンタナを構想外として、 カンザスシティチーフスに放出した。晴れて先発 QB の座を確保した。彼は、左手親指が晴れた状態でプレーをしていたこともあり、最初の4試合で前のシーズンより多い8、インターセプトを起死した。その後親指の晴れが収まってからの7試合では16、タッチダウンに対して、インターセプトわずか2回で平均レーティングは122.2と、驚異的な数字を上げた。この年彼は、 チーム記録となる4023ヤードを投げて、リーグトップの29タッチダウンパス、q b レーティングは101.5の数字を収め、パスュ投げ189回インターセプト例の記録も作った。チームは10勝6敗でディビジョナルプレイオフでは、ニューヨークジャイアンツを44から3と圧倒したが、ダラスカウボーズに2138で敗れた。年には、チームは、 フリーエージェントでディオン・サンダースらを補強した。開幕戦のロサンゼルス・レイダーズ戦で4、タッチダウンパスを成功させて44から14で圧勝、第2週のモンタナとの対決になったチーフスには敗れたが、その後連勝し続く、キャンドルスティック・パークでのフィラデルフィア・イーグルス戦では8から40で敗れた。この試合シーファートヘッドコーチは大差のついた試合に対して、 ヤングをベンチに下げたがそのことに対してヤングはヘッドコーチと激しく抗論した。その後チームは10連勝し、最終戦すでにホームフィールドアドバンテージも決まり、勝敗が重要でなくなっていたミネソタ・バイキングス戦で先発出場し13本中12本のパスを成功させた後サイドランに下がった。この試合チームは敗れて13勝3敗でシーズンを終えた。 ヤングは4試合で4タッチダウンパスを投げる活躍を見せて35タッチダウンパス、インターセプトもわずか10で3969ヤードを投げて、q b レーティングは NFL 史上最高の112.8を上げて、前の記録保持者はモンタナ2回目の MVP に選ばれた。プレイオフではシカゴベアーズを44から15で1周した後、 NFC チャンピオンシップゲームではカウボーイズに38から28、ハーフタイムでは31から14と雪辱を果たした。この試合彼は2タッチダウンパスを成功させるとともに47ヤードのタッチダウンランを決めている。第29回スーパーボールで彼は325ヤードを投げるとともに、モンタナの持っていた5本のタッチダウンパス成功の スーパーボール記録を塗り替える6本のタッチダウンパスを決めてサンディエゴチャージャーズに49から26で圧勝した。ランで49ヤードを記録し MVP に選ばれた。スーパーボール優勝後、彼は1996年と1997年に QB レーティング1位となったが、 チームは1995年から1997年まで3年連続でブレッド・ファーブのグリーンベイパッカーズにプレーオフで敗れ、そのうち2回は地元でのゲームであった。1995年から1997年までの3年間、彼は数試合に欠場している。1998年に37歳になっても、 彼のプレーは周囲からは衰えたように見えず驚きの目で見られていた。この年4170ヤードを獲得、NFL トップの36タッチダウンパスを記録した。これはナイナーズのチーム記録となっている。この年のワイルドカードプレイオフでは試合時間残り3秒でテレル・オーウェンスに決めて30から27で勝利した。 このプレーは1981年 NFC チャンピオンシップゲームでのダラスカウボーイズ戦でのドワイト・クラークのザ・キャッチにちなんでザ・キャッチ・ E と呼ばれた。翌週のアトランタ・ファルコンズ戦でヤングは致命的な3本のインターセプトを喫して18から20でチームは敗れた。1999年この年が彼の現役最後のシーズンとなった。長年老神党に悩まされていた。 彼は、第3週のアリゾナカージナルスとの、マンデーナイトフットボールで、味方 RB のローレンス・フィリップスが、ブックミスをしてしまい、相手コーナーバックのアエネアス・ウィリアムズに激しくサック、された。ヤングは退場しその後残り試合もすべて欠場した。彼は、脳震盪とその後遺症に悩まされその年限りで、現役を引退した。通算4149回パスを投げて、 うち2667回成功、64.3%、33124ヤード、232タッチダウン、107インターセプト。通算の QB レーティング96.8は NFL 史上最高である。また、ランでも43タッチダウンを上げるとともに、通算4239ヤードを獲得しておりこれは、QB としては、 ランドール・カニンガムに次ぐ、史上2位である。またプロボールのタッチダウンパス記録も持っている。1999年に、スポーティングニュースが選ぶ偉大な100人のフットボール、選手中63位にランクした。背番号8は2008年10月5日のニューイングランド・ペートリオッツ戦のハーフタイムに、セレモニーが行われて、ナイナーズの永久欠番となっている。年には、 プロフットボール伝導入りを果たした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。